立ち洗町は、福岡県の南部、筑後平野の北部にある町、三井郡に属する。久留米市への通勤率は15.4%。福岡県の南部、久留米市から北東へ約 15km、福岡市から南東へ約 30km の場所に位置している。町の南東部を筑後川が流れ、久留米市との境界を成している。町域すべてが筑後平野に含まれており、 地形は平坦である。南北朝時代、菊池武光が小川を渡ったところを、菊池渡りと言い,い、立ちを洗った川を、立ち洗い川と称するようになったことが、立ち洗いという地名の由来だと言われている。ただし現在では、立ち洗いと、立ち洗いの2種類の表記が混在している。これは1889年に、町村制が発足した際、村が、立ち洗い村と申請していたものが、 立ち井い村として官報に掲載されてしまったためで、ある。平たいと、次郎屋長進む井上虎之助四ヶ所安市東流、竹都市平田木次郎安丸国勝三気象中学校、最寄り空港は、福岡空港町役場へは、大井駅が、最寄りとなる。なお、立ち井い駅は、隣の筑前町に存在する。町内の駅はすべて無人駅である。 高速道路大分自動車道が町内を通っているが、インターチェンジはない。パーキングエリアとして、立ち洗いパーキングエリアがある。最寄りのインターチェンジは、筑後小郡インターチェンジ。主な一般道路廃止路線、西鉄バスにより、長崎本線非全6駅から、西鉄天神大牟田線単管駅を経て、本郷へ至る、単管線と、西鉄鳥栖から西鉄小郡駅、松崎。 下、高橋、北の経由で、JR 久留米駅へ至る北野線、西鉄鳥栖から西鉄小郡駅、松崎、畜後十文字経由で、天城バスセンターへ向かう鳥栖、天城線が存在した。いずれも末期は、子会社に移管されていた。その後、2016年2月1日から3月31日まで、久留米市が行う、社会実験として、西鉄バス久留米が、 夢タウン久留米北の立ち洗い D&D 間に路線バスを運行し、一時的に立ち洗い町内に西鉄バス一般路線が乗り入れていた。今村店主道、ありがとうございます。